まあ、大体最近は稽古がちょっと早く終わってるんですけれども、終わってるので朝夜で配信してるんですけど、あ、ひらりんさん、たこちゃん、ありがとうございます。そう、配信してるんですけど、月曜日から稽古がめっちゃ遅くまでに変わるんですよ。10時とかまで稽古になるんで、もう毎日朝配信だけになるかなといった感じですね。月曜日から忙しくなります。よりそういうみんなへのお知らせ。こんばんは。こんばんは。大丸東京さん行ってきた。あ、いいですね。さやも期間中行かなきゃな。期間中行かねば。こんばんは。行かねばなりません。トメさん、ギフトありがとうございます。いや、マジで今日めっちゃ疲れたな。めっちゃ体動かした。今日人間体を動かすと疲れるね。めちゃくちゃ当たり前だけど、高円寺はあの扉座さんの舞台見に行った時に行ったことあるけど、散策はしたことないですね。こんばんは。お風呂は湯船にゆっくり使って体温めないと厳しい空気。そうっすね、湯船大好きなので毎日使ってます。こんばんは。今夜も可愛い、ありがとう。こんばんは。よいしょ。今日も明日稽古場に持ってくリンゴとかを切ろうと思います。こんばんは。明日どうしよう、軽くお弁当みたいなのを作っていこうか悩んでる。どないしようかな。こんばんは。よいしょ。じゃあさ、大丸東京さん行くのさ、絶対ぼっちになるんだけど。写真撮ってくれる人いないわ。多分稽古の前にパッと行くとか、稽古の後にパッと行くみたいな感じになりそうだから、もう誰とも予定合わせられないから、ぼっちぼっち。悲しい。こんばんは。東京さんは東京駅の八重洲口の方ですね、確か。こんばんは。でかさ、今日さコンビニ行ってさ、プロテインバー買おうと思って見たらさ、1本でさ 30g もタンパク質が入ったさ、とんでもねえプロテインバーあったんだけど、めっちゃびっくりした。思わず買っちゃった。まあ、質もちょっとあった、高かったんだけど、すごくない？1本で 30g もプロテイン取れるのやばくない？びっくりしちゃって買っちゃった。思わず。こんばんは。
いやプロテインバーでも 30g 入ってるのはあんまないですよ。だいたい15多くて 15g とか 20g だから。そう、みんなプロテインバーのことあんま知らないだろう。プロテインバーでもあんまないぞ 30g は。こんばんは。カロリーメイトみたいな感じ？なんかね、それはチョコバーみたいな感じだった。うん、チョコクランクみたいな。そう。こんばんは。よいしょ。こんばんは。今日は無駄な散財しちゃったな。思わずとんでもないプロテインバーを見つけていらないのに買って食べちゃった。こんばんは。まあ、プロテインとかプロテインバーを知らない人はググってみてくれ。こんばんは。かわいい、ありがとう。よいしょ。今日めっちゃ水飲んでる気がする。 1.5 は余裕で飲んでるな。よいしょ。そう、今日ヨッシーちゃん、それこの T シャツ着てると絶対さ、メンバーとかさ、その現場でいいねって言われる。嬉しい。可愛いよね。よし、ペロン。嬉しい。こんばんは。じゃあちょっとリンゴ切ってくか。今日もリンゴ買って帰ってきたんだけど、今日買ったリンゴ超絶でかいんだよね。めっちゃ大きくない？顔と比べて。ごめん、顔があんまちっちゃくないからリンゴもちっちゃい、大きく見えなかったわ。めっちゃ大きいの。いいね。どこさんかはちょっとわかんないです。八百屋さんのポップには書いてあったと思うけど覚えてない。よいしょ。こんばんは。よいしょ。これ入りきるかな。塩水を用意して。こんばんは。なんか梨買おうと思って八百屋さん行ったらなかった。そう、今日はなかった。ショック。
からリンゴ買って帰ってきた。こんばんは。まあ梨でもリンゴでもいいやと思って。ちょっと梨食べたかったんだけど。よいしょ。こんばんは。でっかいなこのリンゴ。切っても思うわ。うん、うん、まだあんまりボケてなくてうまいぞこれ。おいしい。これはおいしいリンゴだ。こんばんは。こんばんは。でもさ、果物ってさ、いっぱい食べちゃう人なんですよ、一回で。ドゥワーって。リンゴってさ、水分多いからあんまり一気食いできなくてさ、なんかその食べ過ぎ防げるからめっちゃいい。リンゴ何個も何個も食べようって気になれない果物第一位。みかんとかも水分多いのに、みかんはなんかな、いっぱい食べれちゃうんだけど、まあ、あれはバグですね。あれに関してはバグです。みかんだけはちょっと例外。こんばんは。うわ、でもまたシャインマスカット食べたくなってきちゃったな。食べたのに今年。こんばんは。やばい。タッパーに入りきらないの。分けよう。こんばんは。ナチュラルつまみ食い。よいしょ。やちさんかわいい人ありがとう。リンゴ大好きなのにアップルパイ苦手。珍しいね。火が通ったリンゴが苦手なのかな。美味しいんだけどね。うわ、今年の冬はアップルパイ作ろう。アップルパイ食べたくなった今。名前を聞いたら。初見さん、はじめまして。初見さん、こんにちは。こっちも塩水にして。させて。
よし。オッケー。しまった。ちょっと一回冷蔵庫入れときます。後で水捨てます。リンゴ切れました。よし、これも OK。こんばんは。リンゴ保存するとき塩水につけた。そうそう、色変わんないようにね。リンゴってさ、すぐ色黒くなるよね。こんばんは。飛んで、明日のお弁当だけでも作る、お弁当でも作ってみようかなといった試み。ちょっと もうね、コンビニで買ってたらね、食費がバカにならないので、たまには作ってみようの回。こんばんは。味付け何にしよっかな。あんまり具材がうちにないか。こんばんは、お弁当女子。あ、これいいんじゃない？いい感じの見つけた。初見です。武道館ライブ1日目で目の前で反省いただきました。ありがとう。お、ありがとうございます。すいません、挨拶来ていただいてありがとうございます。フリッチにしよう。茹でると大変だからレンチンしちゃいます。こんばんは。お疲れ様。
しょ、こんばんは。何分茹でるやつだっけ。8分。じゃあ10分レンチンだな。よし、こんばんは。そしてベーコンと卵。ベーコン。こんばんは。何作ってんの？明日のお昼に食べようとしてるパスタを作ってます。ベーコン1枚じゃ少ないかな。まあ、いっか。こんばんは。あんま脂質取りすぎてもね。卵はちょっとタンパク質摂取のために多めに入れよう。その分ね。こんばんは。カナちゃんがサリンのお弁当を褒めてた。さあ稽古場にお弁当持ってたことまだない気がするけど。こんばんは。はて、こんばんは。お家帰ってきてからさ、疲れ果ててさ、一回寝ちゃったんですよ、さっき。どれぐらい寝たんだろう。結構寝た。1時間半とか寝た。ぐっすりやないかい。旭川ライブの余韻に浸りながらのんびり中。うわー、いいな、行きたかったな、旭川。マジで。マジでね。どうしよう、炒めるか。ちょっとだけごま油を風味付けのために入れよんと。よいしょ。
なんか喋ってた。危ねえ。ミュートって機能がショールームに追加されてよかったぜ。よいしょ。明日のイベント車で4時間かかる。まあ推しメンがいるなら行った方がいいんじゃない？いないならまあ見送ってもあれだけど。なんかそんなにさ、私がいないこといろいろ言われるとなんかすごい悪いことしてる気持ちになる。どうしよう。舞台の稽古があるからしょうがなかったのに、なんかあんまり言われるとなんか舞台なんかよりこっち来てほしかったって言われてるみたいでちょっと辛いので、あんま言わないでください。さっきからあんま拾わないようにしてたけど、さすがにそんなに言われると辛い。それはさやも行きたかったけどさ、そんな舞台楽しみです、ありがとうございます。あの、ね、まあみんなはね、もしかしたら舞台やってる私よりアイドルしてるさやの方が見たいよって人も多いかもしれないけど、私は舞台が好きなので、まあそういう人に舞台どうしても見に来いよとは言わないけれども、応援していただけると嬉しいです。わかるよ、歌って踊ってるところばっかり見たいよって人が いるのもわかるけど、あんまりいないとか来ないとか来てほしかったとかあんまり何十回も言わないでください。私の心が辛いです、ごめんなさい、弱い人間です。いろんな人がねいると思うけど、このサリの舞台見てみたいな。え、嬉しい、ぜひ。なんか全然違う、その劇場公演とかコンサートとかイベントとかで歌って踊ってる私とは多分全然違うね。ごめん、配信止まっちゃった。ショールームで京香ちゃんも言われると悲しいか言わないでって言った。やっぱみんなそう思うんだ。私が弱い人間だからさ、そういうなんだろう、きっとみんなポジティブな気持ちというかさ、来てほしかったって気持ちで言ってくれてると思うけどさ、やっぱあんま言われると辛いんですよ。私だけかと思った。よかった、私だけじゃなくて。そう、弱い人間で申し訳ない。思って助かります。あの1回2回コメントするぐらいだったらいいんだけどね。来て欲しかったよぐらいはいいんだけどね。申し訳ねえ、私のエゴで申し訳ねえ。どっちのサリも大好き、嬉しい、それが一番嬉しいわ。普段見てるサリと違うからドキドキする。確かに舞台になるとメンバー皆さん公演とかがガラッと変わってすごいと。こんばんは。茹で上がった、やばい、卵のいい匂いする。ちょっと熱くて持てない。
アルデンテな感じでしょうか。え、どうだろう、わかんない。アルデンテな感じがどんな感じかわかんないんですけど、なんかいい感じです。アルデンテってちょっとこうなんか生っぽいというかもっちりした感じだよね。どうだろう、そんな感じじゃない適当こんばんは。死ぬほど適当に答えちゃった。水気を切り、スープの素、鶏ガラスープの素ね、こっちだわ。こんばんは。というかね、今回はショートパスタを使うので、皆さんが想像しているパスタとは少々違うかもしれん。こんばんは。よっと、鶏ガラスープが小さじ4分の1の半分だからマジでちょっとだな。芯が残る茹で加減があるでんて。あー、どうだろう、ちょっと食べてみてないからわかんないかも小さじ4分の1は味ある。あの鶏ガラスープの素って使ったことある人わかるかも、わかると思うんですけど、めっちゃ味濃いんですよ。そう、だからね、小さじ4分の1入れるだけでね、結構味つくんですよね。こんばんは。ちょっと醤油加えます。醤油、勉強になります。勉強ぜひしてってください。鶏ガラスープの素とかあったらなんか自炊めっちゃ楽だよ。とりあえず入れとけば何でも中華っぽくうまくなるんでできた。うん、あー、アルデンテっすね。ちょっとだけ芯残ってて、うまっ。さやも固めのパスタ好きだからちょうどいい。これでかいかな。めちゃくちゃうまいな、味付け最高だわ。見栄えめっちゃ悪いけど見栄えめちゃくちゃ悪いけどね。
こんばんは、ケンケンさん来てありがとう。ショールームでテンション見た。嬉しい。ありがとうございます。どうしよう、これでめっちゃ私知らなかったら。パン好きのひーちゃんと一緒にパン作ってるところみたい。でもひーちゃんさ、確かさ、ベーグルめっちゃ好きだよね。って言ってた記憶ある。こんな感じ。会社に電子レンジないんだけど、冷めても美味しいおかず。大体のもの、わかんないです、食べるの好きだからかもしれないけど、大体のものってさ、冷めても美味しくない食べること好きすぎるけど。ショートパスタ弁当、これってさ、電子レンジいけるタッパーなのかな。あ、使えるわ。じゃあ稽古場で温めても食べれると。なるほどね。よいしょ、こんばんは。もうまだ10時か。今日稽古早く終わったから夜長くていいな。やっぱ20時に稽古終わるとさ、お家帰ってくるともう21時過ぎちゃったりするからさ、なんか時間なって思うけど、ちょっと早く帰ってくるといいですね。そんなわけで配信終わりにしますか。お弁当もできたところでランキング読みます。13位ハッピーナッチョイさん、ありがとうございます。12位マンダリンさん、ありがとうございます。11位ワサッピーさん、ありがとうございます。11位タテヤマケンケンさん、ありがとうございます。9位ミンチャーさん、ありがとうございます。8位トモチさん、ありがとうございます。7位オロロさん、ありがとうございます。6位ヤスさん、ありがとうございます。5位シンジさん、ありがとうございます。4位カボチャ先生、ありがとうございます。3位ヤッチさん、ありがとうございます。2位ヒラリンさん、ありがとうございます。1位はトメさん、ありがとうございます。ということで皆さん、夜明日も午前中に配信しようと思っているので、ぜひ良い日曜日のスタートに配信見てくれると嬉しいです。おやすみ、バイバーイ。